下のあさっていつの間にかできてること結構あるなと思いました。皆さんもお気をつけください。ということでですね、今日は久しぶりに最近読んだ本紹介をしたいと思います。人物はティム・ブラウン、これがニューヨーク近
この本の表紙にもなっている絵なんですけれども、で物語の中で侵害判定をするのが夢を見たっていう作品なんですね。パッと見た感じ間違いが分かんない、めちゃめちゃ酷似しているんですけれども、唯一一点だけ違うのがソファーに横たわっているね裸の女性のがヤドビカっていうんですけど、このヤドビカの左手が握られているっていったところが決定的な違いになります。だからこの絵は、まあ、誰かがねルソーの夢っていう本当に実在する絵を真似て描いたのか、ルソー自身が本当に描いたものなのかっていうのを判定しろっていった流れになります。まあ、見どころとしてはいろいろあるんですけれども、まずこの夢を見たとか夢っていう絵画に隠された真実がどんどん暴かれていくっていうのがまず面白いのと、あとは結局最終的にこの戦いはニューヨーク近代美術館のキュレーターのティム・ブラウンに移るのか、それとも日本人研究者の早川織江が勝つのかっていったその結末もドキドキしますし、あとは伝説のコレクターのバイラー自身の正体もどんどん明かされていくのが面白いんですね。で、なんかちょっと余談なんですけど、私その絵画とか美術作品に知見がなさすぎるんですよ。なんか全然美術館とかも一回行ったのかな、行ったことないし、有名な画家とかもあんまり知らないし、知見がないので、このね本を取ってルソーって見た時に、あの社会契約論を唱えた哲学者のあのジャン・ジャック・ルソーっているじゃないですか、覚えてますか？多分なんか高校生の時に倫理とか経済学とか取っていた方は出てきたと思うんですけど、社会契約論重要
要人物としてピカソが出てきます。本当にね、このピカソがいなかったらルソーの絵は永遠にもう世に出回ることなく全く捨てられていたんじゃないかなと思う背景、歴史があります。ちょっとびっくりしましたね。なので、まあ、物語のミステリーとかそのストーリー自体も面白いんですけども、物語を読むことでルソーとピカソの関わりとか画家人生を知ることができてすっごく興味深かったです。美術ミステリーっていうものを全然読んだことがなかったんですけれども、今回ね初めて、まあ好き嫌いせずいろいろ読んでみようと思って読んでみたんですけど、なんか物語も面白いし、なんかそういったその時代の画家、あ、この時代って私の知っている画家ってここに住んでてこういうところで活動しててこういう背景があったんだっていうのも知れてすごく勉強になる小説です。で、この本の特徴なんですけど、私の個人的感想なんですけどね、3つの世界線があるなと思うんですよ。それはピカソ自身の、ピカソ自身じゃないルソー自身の画家人生のストーリー、世界線がまず1個目にあるんですよね。もう2つ目の世界線がティム・ブラウン、そのニューヨーク近代美術館のキュレーターのティム・ブラウンと早川織江が直接対決するっていう、その絵の権利をかけて直接対決するっていう世界線が2つ目にあるんですよね。で、3つ目がそれって回想シーンみたいな感じで書かれてるんですよ。だからその時代を回想している早川織江とか、あと自分が今、まあ、読んでいる、まあ、時間軸としてはもう現代みたいな、現代軸、まあ、今っていう世界線があるわけですよね。まあ、その一つの方の中にこう三つの世界線がこう同時並行して進んでいる感じがすごい面白かったです。その時代に感じていた早川織江の心情と、母親になって研究員から一歩退いている時の早川織江の心境っていうのとかがすごい面白いなと思いました。でですね、全然美術館とか興味なかったんですけど、ちょっとこういった小説を読んで、何も知らないけどまだ、でもちょっと入り口に立ったから、なんか素朴派とか印象派とかいろいろあって、
せな瞬間が増えていくんだろうなと思いました。友の概念っていうのが結構ぶち壊されたような気がします。だから私にとっての友ってなんだろうなと思った時に、こうすごい概念的ですけど、夫とか本だったりとか、なんかそうやって自分の大切な友達だなと思えるものを増やしていきたいなと思いました。全然ね、私は美術ミステリーっていうのに詳しくないので、これ以外はもはや知らないんですけど、皆さんこういう美術の作品に関連した物語ご存知ですか？おすすめあったら教えてください。はい、あとはこうね、花間和さん自身美術への詳しさとかにも圧倒されますね。確か、ちょっとうろ覚えだったんで今調べますけど、原田真帆さん自身がアートとすごい関わりのある人生を歩んでらっしゃって、1962年東京都生まれ、関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業を、伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術関係も得て、2002年にフリーのキュレーター、カルチャーライターとなるって言って経歴だそうです。そうなんだ。初めて知りました。めっちゃエリートっすね。関西学院行って、早稲田行って、伊藤忠に行って、そっから美術関連のお仕事して、ニューヨーク近代美術館勤務して、今は売れっ子作家で、はぁ、すさまじい。なんかね、めっちゃ面白くって、すごい。
遮断されて